まあ確かにな。レウに速攻行って、うわ、鬼だーって言ってるところ、もしもしって言ったら、やらざるを得なくなる可能性あるね。ごめん、レウって。最初はやめよ。ね。最初に聞きに行くのはかわいそうだからね、レウさんもね。行くぞ。鬼ですか？ヒロシです。よしよしよし、危ない。これはヒロシだもん。初動で隠しろやんのやめよう。まあ分からんけどね。マジでレウが、あ、はい。あのさっき向こうの方が赤くなってたんで、あの一回いた人怪しいかもしれません。誰ですか？いや、それ前にいた人はちょっと見てませんでした。ヤドン。はい。どうした？あそこで。買ったんですけど、チェスト、うん、黄色のこの人の時にもう赤になってました。あれ、あ、はい、あ、聞こえますか、はい、あの多分あっちの奥のチェストが赤くなってたんですけど、うん、多分レウルさんかアプリコさん、はい、どっちかだと思います。ありがとうございます。ヤドンはこの黄色の人怪しいの？はい。ふむ。コンタン、はい、なんかある？あ、さっきあそこなんだっけ、青鬼が出てくるところ、うん、図書室が赤かったよ。誰が怪しいとかある？キョさんがね、さっき一緒にいて、よしだったよ、呼びに行こうと思ったけど、あんま構ってくれなかったからごめん。アプリコ、レウル、アプリコ、ヤドン、ん？あとなんだっけ、ロリコ、マンジか。はい。ピアノ部屋がさっきオレンジ色になってて、その時、はい、この人があの発光玉使ってて、この人ではないと思います。あのアプリコって人多分角黒です。開けた瞬間、開けて撮った瞬間多分赤くなってたんで。アプリコさんね、了解。アプリコやるか。あれアプリコさん今いたよね。あいとー、よい。じゃあヤドンとロリコさんは結構割、まあ白目かな？目ね、目。はい。和室の奥でタトゥーって人がなんか立てこもってて、はい。なんか鬼がバレたのかわかんないんですけど、とりあえず倒す、倒すというか、なんか警戒してほしいです。はーい。確かにこれされたらどうすんだ？確かに。ワザップですか？ですよね。スタッフされてるんだったらちょっとやんなきゃ。ありがとうございます。じゃあなんかある？今の上の階こそきっと怪しいんだ。あー、もう地下はどうでもいいや。君、え、君ジョニーは今日はい、君です。君です。何でしょう、ラットさん。今日さん、なんか怪しい人いる？いやー、ちょっとまあまあまあ見てた感じ、いやでも確信はないな。なるほど。ドリーム、はい、もしもし。これこれ、ドリームアライブ確定？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 ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。このいやえい、はい、ナイスナイス。ブルちゃんとレウさん？何、びっくりした。レウさん怪しいって言われてるよ。え、な、俺が？うん。いや普通に集めてたぐらいだったんだけど。あ、ほんと？うん。気をつけて。あ、気をつけます。はい、すみません。白いな、白いな、レウはいつも。レウはいつも白いな。はい。地下降りて、その右側の部屋がさっき言ったら赤色で、今は多分青かオレンジ色になってたと思うんですけど。誰が怪しい？全然わかんなくて。わかんないんかーい。全然わかんなくて。ありがとう、わざわざ言ってくれて。あー、やべえ、隠し色が死んだ。くそ、どこで死んだ？レウ、え、でも音しなかったから、一回奥かな。赤い。おっと、優柔なり。
柔なり、優柔なり、優柔なり。はい。すいません、あの、さっきクラウドさんやられたじゃないですか。あ、待って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 。ほっ！おぉ！お縄につけ。あれ？やっちゃいました自分。あれ？もしかして自分やっちゃいました？お前だー、お前だよー。待って、いない。もうこのゲームはほんとよくできてる。ほんとにもよくできてる。ありがとう、逆に。はい、ゆじゅなりさん、どこ行った？あちか。ありがとう、ありがとう。ゆじゅなりさん見た？え、誰？ゆじゅなりさん。え、見てないけど、見てないけど、多分あとね、ディリベルって人から。了解。あの、多分その人が怪しい。はい。え、見てない。あ、あいつ、くっそ。あー、出たよ、もういい。待って、ゆじゅなりさん黒だからね。はい。気をつけて。どうしよう、鍵がない、向こうから。くっそ、え、リリベル。いや、待てよ、そろそろあいつ出てくるぜ、多分、ゆじゅなり。ゆじゅなり出てくるよ、そろそろ。ここが最後、もしかして。そう、助けて。取られると脱出できない。助けて、お願い。で、出てきたら発光して。じゃあ、え、発光使っちゃったからもうない。じゃあ透明でなんとか。はい、頑張ります。やべー、猫しらす。はい、あ、コンタミさんが殺せました。コンタミ黒？はい。どこ？え、わかんないです。はい。あ、はい。あの、さっき今、青鬼に追われたんですけど、うん、多分、コンちゃんな気がします。どこ行った？コンちゃん。あっち側で巻いてきたんで、その後は分かんないです。はい。コンちゃん？いや！コンちゃん。おい、バド教、待って、あと2人でしょ？リリベールじゃなくて、ユジュナリと、はい。ユルさんが黒開けたとこ。オッケー。上？上。何階？多分2階。スキラリ！まるで追ってないかのような立ち回り。あー、滑り台！はい、ふう。大ちゃん？あ。大ちゃん。まあ、尊い犠牲だね、これは。うん。やられちゃった？許されませんよね、これ。これ、絶対許されませんよね。許されないって。ごめんなさい、ほんとに！すごい、本当に。この人はあなたがこぼせたとこだったんですよ、最後。でも足が出なくて。でも気づいたら鬼一人になってるし、どうしようって思って、もうやるしかないって思って。なるほど。やっちゃいました。いや、間違えて青鬼の鍵持っちゃったっていう、最後スーパープレミしちゃったんですよ。あ、隠れ玉じゃなくて、隠れ玉横にあるつもりだったのが。そう。あ、なるほど、ね、スーパープレミしちゃって、あら、あ、やらかしたと思って。悔しいです、めっちゃめっちゃ悔しい。いやー、俺がまあ、いやー、当てらんなかったのが悪いよ。でも、いやー、まあ、でもまあ出れなくもなかったことなんで、自分のプレミアなんでしょうがないですね。まあそうだな。いや、私が悪いんです、ごめんなさい。いや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 、いや、鬼はいいんですよ、鬼は。それで、いや、もう私が悪いんです。じゃあお前のせいだな。え、コンタミ被害者の回ですか？今ラダオ君に寄ったんですよ。ごめんなさい。コンタミさん大変でしたね。え、3キルしたってこと？うん、3キルした。レウさんも死んだの？レウさんも食った。
コンタメさん、なんか途中で2階のチストない部屋に行ったじゃないですか。すごい超的なミスを、あの大物の青鬼ごっこプレイヤーともあろうコンタメさんがやったと思って、いや、それを分かれよ、本ちゃんは。いや、もう本当に格好玉使えばよかった、マジで。楽しいことで、マジで楽しい。まあまあ、こういうこともありますよ。もしもし。こんばんは。あ、こんばんは。どうしました？なんで、なんで死んだ？いや、いや、ちょっと分かんない。流れ玉ですね。あ、じゃあ誰かに言われたってわけじゃないですか？あ、全然違くて。ああ、よかったよかった。流れ玉ですね。ああ、なら、まあ、なら。ならいいか。まあ、ならいいな。いや、よくない。ならいいな。ありがとう、ね、ありがとう、ね。あと聞いてください、聞いてください。はい、はい。あの、服とズボンと足3つずつ持ってたんですけど。あ、何？え？黒？あ、頭黒です。え？マジで？いや、黒だったんですけど。黒なんだ。いや、黒ですけど。え、ラッキー。いや、殺された時だから見られたんだって思って、うん、そのまま死んで、なんか、ちょっとすいません、鬼の人たちって感じで。後ろを見て。後ろ？あ、この人ずっと一緒にいた、地下とかで割とずっと一緒にいた。この人が逃げた流れ玉で死んだんですよ、青空さんは。あー、でも私、うん、ごめんなさい。え、全然。いや、私こそずっと見てたから、なんかアイテムとかあげればよかった。いやいや、私が悪いんです、あの、すごい。え、そうだな、そうだな。え、でも流れ玉今まで、うん、青空さんに本当にえ、最後まで頑張ってたから頑張りました。いやいや、あー、もうありがとうございます。優しい世界。優しい世界。優しい。よいしょー。もしやめてラッキー